本日は炎上中のフワちゃんをインスタグラムで擁護したアンミカが、擁護発言の内容に矛盾があり嘘がバレたため、コメントを消して保身に逃げた件についてと、フワちゃんの炎上に対する芸人の意見について紹介します。芸人の香港は8月5日に自身の YouTube にて。芸能界の皆さんもね、やっぱり礼儀作法というのをね、しっかり番組の中ではええけども、その裏ではしっかり教えるとかね、そういうところがなかったから、こういう風にもなったんかなと思うところなんですけど、俺は1回だけフワちゃんと共演ありますけど、俺に対しては敬語です。周りの芸能人あんたらもちゃんとフワちゃんに緊張感を持たせへんかったのもあかんのちゃうかというところやと思いますわ。芸能界が悪いのはフワちゃんがタメ口とかああいうフランクな感じで来るっていうのをグローバル化かなんか知らんけど受け入れていた。やっぱり目上に対して緊張感の中で笑いが生まれるということも教えてやらなあかんのに、みんなが迎合してフワちゃんを批判したら自分が批判されるのを怖がって、この子は構わへんって器のでかいところを見せようとしてるバカな芸能人たちがいたんちゃうかな。本人が悪いねんけど犠牲者やで、叱ってやらなあかん時は叱ってやらなあかんと、芸能界のフワちゃんに対する対応の甘さを指摘しました。この香港の意見に対して世間の反応は、昔ヒロミがビッグスリーにタメ口で絡んでた時代に、その中の一人であるビートたけし氏が、俺にはいいけど軍団にはちゃんと敬語を使えよと釘刺したとか、軍団の中にはあのつまみ枝豆氏もいるので、何事も親しき中にも礼儀ありだと思うし、そこのとこのけじめは大事にする必要あるように思った。人気者に便乗しようというムーブは芸能界では昔からあったわけで、宇多田ヒカルのタメ口なんかもいろいろ言われたものの、ある程度容認されていたりとか、人気商売である以上それは必然的なムーブになるのだろうが、不祥事があった途端にそれ見たことかというのもちょっとダサい気がする。過去にスリムクラブさんや伊集院さんも言ってたけど、フワちゃんを叱るやつは器が小さいみたいな風潮になってたもんね。叱れる人が本当にいなかったやろな。有吉がもっと本気で怒っていたら少しは違っていたのかな。安易に擁護してるやつは器がでかいんじゃなくて聞き察知能力が低いだけ、器のでかいところを見せようとして器の小ささを見せつけてしまったバカの集まり。ミヤネ屋でフワちゃんのこと取り上げていて、デーブがこんなに大ごとになることをやす子さんは望んでいないとか適当なこと言っていて、なるほど、こうやっていじめられたやつは妥協しなきゃならないんだなと思った。多分ふっと後藤ひろみアンミカ指原あたりが、普段はこんな子じゃなくてキャラに悩んでいた、許してあげてほしい、みんな言ってるってワイドナショーで言いそう、ある意味学校であるいじめですよねと、フワちゃんに限らず無礼キャラで人気になった芸能人への対応についての様々な意見が寄せられていました。そして芸人のスリムクラブは、過去に千鳥の癖がすごいネタ番組にて、今日本人が一番ここで感じてるもの何かわかりますか？批判を恐れて思ってることも言えなくなって、その結果今日本人がどうなったかわかりますか？誰もフワちゃんを注意できなくなっていると、芸能界のフワちゃんへの対応の甘さをネタで披露していました。そして芸人のカンニング竹山は、8月5日のテレビ番組のバラ色ダンディでフワちゃんについて言及しました。日刊スポーツによると、裏垢みたいなものは芸能人の場合持たない方がいいですよね。若い子は持ってる人もいるって聞いてますけど、我々が人のことを言うなら直接会った時かコントとしてわーって言えばいいけど、フワちゃんがどんな気持ちで言ったかわからないから、いち早く謝るところは謝る。2人で肩組んで写真とか流すとか、そういうところ見せないと憶測ばっかで、こんなのみんな言いたくてしょうがない人いっぱいいるんだからと語った。竹山は志村けんさんとの昔話を引っ張り出した。昔深夜ラジオで竹山が志村さんの悪口を言ったなどの噂が立ったという上島竜兵さんから、お前師匠の悪口言ったろと言われるも、違いますよと否定。その頃ネット掲示板2チャンネル全盛期で、その辺でわーっと言い出したからと竹山自ら志村さんに会って弁明。会ってみると怒っておらず、志村さんから、師匠が俺とお前で肩組んで酒組み交わして写真撮るぞ、それで終わるだろって言ってくれてと当時を回想。みんな仲間だからさ、謝るところは謝って仲良くやった方がいいですよと語ったと、フワちゃんに対してアドバイスを送りました。しかしこのカンニング竹山のフワちゃんへのアドバイスに対して世間の反応は、カンニング竹山って相方病気で亡くしてるから、てっきり人の死について悪口で死んでくださいって言葉であっても何倍もふざけんなよ、人の命を何だと思っているんだと叱る側になるのに、何がツーショットだよ、何が不和を叱れないんだろう
アンミカだって母親じゃないのに、カンニング竹山さんの発言が割と関連する中でも一番厳しいかも。 100% 悪い意味で誤って肩組んで写真撮って、憶測が広まらないようにしなって、マジでいじめに対応するカス教師思想。不和に火消しの仕方と、安子ちゃんに許してやれの圧をかける前に被害者の気持ちに寄り添うものじゃないのと、安子の気持ちを考えていない発言に非難の声が寄せられていました。そしてフワちゃんと仲がいいアンミカは自身のインスタグラムのコメント欄にて、アンミカさんいつも綺麗、どうかフワちゃんからの安子ちゃんへのいじめをアンミカさんの指導でやめさせてください、よろしくお願いしますというコメントに対して、ご心配おかけします、すみません、いつも厳しく伝えているのですが力不足ですみません、本当に今回のことは強く相手を傷つける想像力の足りない稚拙すぎる言動です、誠心誠意謝罪したいとのことです、心から反省し他者への想像力を持った思いやりを持てるようになり、言動が根っこから変わることを願っています、それまでしっかり伝え続けますと返信しました。そしてアンミカさんの魔法の言葉ってとっても前向きになれて大好きです、でも仲良くしているフワちゃんの言葉にはびっくりだし信じられません、アンミカさんには見せないのかなというコメントに対しては、私の前ではそのような話にはなりません、私が言うポジティブの話を一緒に笑って聞いてくれてる感じです、なので私も驚いていますし、安子ちゃんもとても辛い思いをしたと思います、本人が誠心誠意謝罪をして想像力を持ち心を入れ替えると言ってるので信じて見届けますし、人に思いやりを持って言動に責任が持てるようになるまで伝え続けます、ご迷惑をおかけしますと返信していました。このアンミカの返信コメントに対して世間の反応は、アンミカさんは人のことを悪く言わないけど日本のことはボロクソに言うからな、臨場して好感度上げたいのかしら、アンミカさんが丁寧に対応してるだと逆にちょっとだけ好感度上がったわ、嫌いだけど知り合いが大失態した時の対応でその人の本質がわかるよね、普通は見捨てたり無関係を装ったりすると思うが、アンミカさんの対応は素晴らしいですね、やっぱり巻き込まれるのは嫌だからなんとか矛先が向かないように今は真摯に対応するんだろうな、ここで対応を間違えるとひどい目に遭うかもしれん、フワちゃんと関わり濃かった芸能人は自分にも矛先が向かないように必死なのよ、さすがのムーブ、真実だと思うし下手に避けるよりよっぽど真摯に思える、実際に説教してあげてほしい、アンミカさんとばっちり受けてるにもかかわらずしっかり対応してくれてるその姿が素晴らしい、一人一人のコメントをきちんと読んで対応されている、アンミカさんやっぱりすごい尊敬できる方と、友人のフワちゃんの炎上を避けずに対応したことに対して称賛の声が相次いでいました。しかし一方でアンミカの偽善者ぶりが明らかになった、私の前ではそのような話にはなりません、私が言うポジティブな話を一緒に笑って聞いてくれてる感じです、なのにいつも厳しく伝えてるのですが、矛盾したことを言うアンミカ、ポジティブな話とはどうせ日本は世界の恥といった反日発言のことだろう、裏切りの色ってな、200色あんねん、その後辻褄が合わなくなったことに気づいて返信だけ削除して逃げました、フワと同じことしててやっぱり親友だったと教えてもらいました、二人とも消しゴムマジックが得意技ですと、アンミカは矛盾したコメントの投稿により嘘がバレてしまいました。その後アンミカはフワちゃんに関するコメントを削除していました。いかがでしたか。本日は炎上中のフワちゃんを擁護したアンミカが擁護発言の内容に矛盾があり嘘がバレたためコメントを消して保身に逃げた件について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。